私の父は生前、夜間救急病院の受付の仕事をしていた。当然ながら夜勤なので、昼間は寝ており、夕飯を食べてから自転車で出勤していた。病院は市の中心部から少し離れた住宅地にあって、駐車場もあまりない比較的小規模な病院だった。昼間は一般病院で、夜は夜間救急病院となる。夜の受付は二人体制だったが、内科、外科、救急車対応など、父はとても忙しそうだった。父はよく、変な人がたくさん来るよ、と話していた。もちろん患者さんのほとんどは、病気や怪我での救急の方々ばかりで、ご高齢の方や子供さんなどが多いそうだ。それほど広くない待合室はいつも人がいて、それが明け方まで続くので、休まる暇はないようだった。その中で、60歳くらいの女性が頻繁にやってきて、眠れないから睡眠薬ちょうだいと言ってくるそうだ。だからといって簡単に薬が処方されるわけではない。先生から専門の病院を紹介され、しぶしぶ帰っていく。しかし数日するとまた深夜に現れる。この繰り返しなのだそうだ。ある時父は、その女性に、なんで眠れないの？心当たりはあるの？と聞いてみたそうだ。すると彼女は、夜になると自分の寝室に、足とか腕とか、体のパーツのない人が来るから怖くて怖くて眠れない。と話したそうだ。それで父はそういうことかと納得した。父は以前、JR に勤めていたので、そういったご遺体をたくさん見ていた。歴史体である。足や腕。稀に頭部のないご遺体を回収し、足りないパーツを夜通し探し回った。どうしても見つからなかった頭部が、列車の下に絡みついていたということもあったらしい。そして父が勤めていたこの救急病院のすぐ脇には、東北本線の線路があり、近くの踏切ではよく事故が起きていて、テレビのニュースになっていた。小学生の女の子が巻き込まれたり、女子高生や社会人男性が飛び込み自殺をしたりと、有名な踏切だった。私は以前その踏切を渡って高校に通っていたが、事故の後はさすがに怖くて渡れず、遠回りをしたりしていた。眠れない女性もすぐ近くに住んでいたらしい。彼女の寝室に現れるという体のパーツのない方々は、おそらくはこの線路の周辺で亡くなられた方々ではないかと。父は思ったらしい。なぜその女性の部屋に現れるのかは、父にもわからなかったそうだが、おそらく彼女も見える人だったのだろうと思って、気の毒に思ったそうだ。父は私によく話していた。
変な人がたくさん来るよ。血だらけで、肘から下がない男性だったり、服がボロボロのおばあさんだったりが、待合室の椅子にいつの間にか腰掛けていて、声をかけると消えてしまうんだ。私が、それ人じゃないじゃんと言うと、父は、全然怖くはないんだ。だから心の中でちゃんと成仏してと祈るんだ。じゃないと、引っ張られるからね。と言った。それからだいぶ経って、久しぶりに眠れないと言っていた女性が、病院の入り口の方からふらふら入ってきたそうだ。父はびっくりして近寄ったが、どうしたんですかと話しかけると、一瞬目を離した隙に、すぐに消えてしまったという。彼女は血だらけで、右腕がなかったそうだ。昔々の話、私が付き合いがあった雑誌の編集部は、ある生命保険会社のビルのワンフロアを借り切っていた。十分に広さもあり、作業環境は最高なのだが、一つ問題がある。商売柄か、やたらビルのセキュリティがうるさいのである。夜8時を超えると、一階の正面も非常口もすべてオートロックされ、上に上がろうと思うと、わざわざ電話して中にいる人間に開けてもらわなきゃいけない。この商売、夜8時などと言ったらまだまだ酔いの口。いちいち出入りがめんどくさくて仕方がない。ところがよくわからないが、私が裏口に回ると、必ずと言っていいほど、鍵が勝手に開くのだ。当然中にいる人間はびっくり仰天。どうやって入ってきたんですか、と言われても、勝手にドアが開くのだから仕方がない。そんなことがしばらく続いた後、あることにふと気がついた。私がドアの前に立つと、なぜか動物らしきものが必ず横切るのだ。すると、ドアが開く、という感じ。私も霊感はあっても、本格的に修行したわけでもないし、よくわからないままだった。そんな時編集部に入った新人の女の子は、お寺の娘さん。私の顔を見ていきなり笑い出した。なんだよ失礼な奴だなとか思っていたら。熊野さん。いつも何連れてるんですか?とまたまた大笑い。聞けばこのビル、もともとお稲荷さんがどこかにあったらしく、それをどかして建てているのだという。そして私、なぜか狐と狸が私について歩いているらしい。その波長があってしまうから、勝手にドアが開くと聞き、唖然とするばかり。
そういえば一回、田舎に取材に行った時、妙に人懐っこい狐に頼まれて、車に乗せたことがあったのを思い出した。どうやら奴は、隣町の山まで帰りたかったようだが、疲れて面倒くさくなったらしく、たまたま通りかかった私にくっついてきたというわけ。どうやら未だに、恩返しのつもりで、背中についていてくれるようだ。